皆さんこんにちは。 JEC 奈良福音教会の尾形健一と申します。本日は2022年6月9日木曜日です。本日の聖書箇所はコリント人への手紙第116章1節から12節です。教会に仕える教会、信徒と親密な働き人というテーマで、このところから神様の語りかけられる声を共に聞いていきましょう。コリント人への手紙第116章1節から12節。さて、生徒たちのための献金については、ガラテアの諸教会に命じた通りにあなた方も行いなさい。私がそちらに行ってから献金を集めることがないように、あなた方はそれぞれいつも週の初めの日に収入に応じていくらかでも手元に蓄えておきなさい。私がそちらに着いたら、あなた方の承認を得た人たちに手紙を持たせてエルサレムに派遣し、あなた方の贈り物を届けさせましょう。もし私も行く方が良ければ、その人たちは私と一緒に行くことになるでしょう。私はマケドニアを通ってあなた方のところへ行きます。マケドニアはただ通過し、おそらくあなた方のところに滞在するでしょう。冬を越すことになるかもしれません。どこに向かうにしても、あなた方に送り出してもらうためです。私は今、旅のついでにあなた方に会うようなことはしたくありません。主がお許しになるなら、あなた方のところにしばらく滞在したいと願っています。しかし、五旬節まではエペソに滞在します。実り多い働きをもたらす門が私のために広く開かれていますが、反対者も大勢いるからです。テモテがそちらに行ったら、あなた方のところで心配なく過ごせるようにしてあげてください。彼も私と同じように主の御業に励んでいるのです。誰も彼を軽んじてはいけません。彼を平安のうちに送り出して、私のところに来させてください。私は彼が兄弟たちと一緒に戻るのを待っています。兄弟アポロのことですが、兄弟たちと一緒にあなた方のところに行くように、私は強く勧めました。けれども彼は今のところ行く意思は全くありません。しかし、良い機会があれば行くでしょう。コリント人への手紙第1も最後の章、16章に入ります。パウロは復活のことを熱く語り終えた後ですね、最後に語るべきことをコリントの教会の人々に語っていきます。復活の恵みに預かってですね、神の国の文化に生きるものとされたものとして、その集まりである教会として歩むところを語っていると言えます。最初にこのようにあります。1節から4節です。さて、生徒たちのための献金については、ガラテアの諸教会に命じた通りに、あなた方も行いなさい。私がそちらに行ってから献金を集めることがないように、あなた方はそれぞれいつも週の初めの日に収入に応じていくらかでも手元に蓄えておきなさい。私がそちらに着いたら、あなた方の承認を得た人たちに手紙を持たせてエルサレムに派遣し、あなた方の贈り物を届けさせましょう。もし私も行く方が良ければ、その人たちは私と一緒に行くことになるでしょう。献金のおすすめをですね、コリントの人々に語っています。ただ、ここで記されている献金という言葉は、通常の献金とは違ってですね、特別な必要のため、あるいは具体的な目的のための献金を指す言葉です。ここにガラテアの諸教会に命じた通りというのは、どこのことなのかは、どのことなのかは具体的にはわかりませんけども、しかし、ここでコリントの人々に語っているのは、3節を見れば明らかにエルサレムの教会への献金だということがわかります。当時エルサレムの教会ではですね、社会的に貧しかったり、経済的に必要を抱えている人たちがたくさんいたということです。そういうふうに言われています。また、ユダヤ人である同胞から続けて迫害を受けているという現実もありました。ですので、パウロはその中で経済的に特に必要を覚えている人たちのために、その必要を満たすために支援をして捧げることをコリントの教会に進めたんです。このコリントの教会はエルサレムの教会とは違ってですね、異邦人の教会でした。ですから、その教会がまだ完全に異邦人への宣教に理解を示していないようなものもいるユダヤ人の教会に捧げるということは、単なる経済的援助以上の意味のあるものだったということができます。それをパウロはコリント人への手紙に進めたんです。しかも、パウロは言うんですね。余った中から捧げるのではなくて、週の初めの日にそれを取り分けて蓄えておきなさいと。しかもパウロが預かってエルサレムへ持っていくのではなく、コリントの教会の中から承認を得た人たちによって持っていくようにと、そう言うんです。ここにパウロがコリントの教会の人々に、キリストによって新しいものにされた。神の国の文化に生きるようにされたものとしてのあり方、生き方を、そして教会というものを表しているということができます。そしてそこに歩むように、養い導こうとする牧会者としてのパウロをこのところから見ることができます。当時のギリシャの文化ではですね、施しをするときには見返りを期待するのが常識でした。それだけではなくて、援助された側が何らかの形でお返しすることが義務とされているような社会だったそうです。その中でそれらのものを一切期待せず、しかも週の初めに取り分けたものをユダヤ人の教会に捧げるということは、彼らにとって大きなチャレンジであったと言えます。あの人の働きの中でパウロが語った心の底にある思いがですね、ここにも表されているようです。使徒の働きの20章35節にある言葉です。この世に労苦して弱い者を助けなければならないこと。また、主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いであると言われた御言葉を覚えているべきだということを、私はあらゆることを通してあなた方に示してきたのです。福音を信じる者として、ギリシャ人もユダヤ人もなく、神の国の民とされたものとしてつなぎ合わされて、その神の国の文化に生きること、その文化にある教会観を持って生きること、それこそパウロがコリントの教会に願っていたことだと言えます。パウロはコリント人への手紙の第2の中でも、この献金のことについての思いを語っています。それを通してですね、神の国に生きる教会に成長してほしいというパウロの思いが、表されているんです。コリント人への手紙第2の9章8節にこういうふうにあります。神はあなた方にあらゆる恵みをあふれるばかりに与えることがおできになります。あなた方がいつもすべてのことに満ち足りて、すべての良い技にあふれるようになるためです。もう一度16章に戻りますけれども、5節以降にはですね、主の御心に応じて自分も含めてパウロは人を使わすことを述べています。経済的な支援だけではなく、教会を超えてのつながりですかね、交わりを持つことを通して、一つのキリストの体である意識をしっかりと養うことこそ神の御心であると、パウロが示しているように、本当に強くこのところから感じます。このことを見るときにですね、牧師としても私自身心を探られると同時に、このパウロのような教会観、あるいは牧会観を持って仕えていきたいと本当に強く思わされます。そしてこの任された一つの教会のことだけではなくて、キリストの体としての教会に私自身本当に視野を広げられていきたいと願わされます。経済的なものにおいても、人の行き来を通して持たれる交わりなどにおいても、主の御心を求めてですね、委ねられたところに、教会が教会に使えるところに歩ませていただきたい。そのような教会として立て上げられていきたいと、それを求めていきたいと本当に強く願わされます。それこそですね、大きな力、影響力を持って福音が届いていくことになるんではないかと、本当にそれを心の底から強く思うんですね。そのような神の国の文化に生きるものと、またそのような教会とされていくことを、私たちは今日も強く追い求めていきましょう。私たちはキリストの死と復活によって救われて、神の国の文化に生きるものと今されました。ですから今日もその文化に生きること、その文化にある教会観を持って使えていくことができるように祈り求めていきましょう。受けるよりも与える方が幸いというところに生かされつつ、教会を超えて愛して使い合うことを通して、福音宣教がですね、力強く前進していくことを強く求めていきましょう。一言お祈りいたします。愛する天皇お父様、私たちは今主の死と復活を信じることによって救われて、神の国の文化に生きるものとされていることを覚えて心から感謝いたします。私たちの願いはさらに私たちがその文化に生きるものとされていくことです。その文化にある教会観を持って仕えていくことができるようになることです。あなたが言われたように、受けるよりも与えることが幸いだと、本当に心の底からそう思って、そこに生きるものとされていくことです。神様、どうぞ私たちをそのものに日々新しくしていってくださるようによろしくお願いいたします。そしてその思いをいただいて、教会を超えて仕え合うことを通して、さらにこの救いが、この福音がです。多くの方に、一人一人に届いていくことができるように、どうぞ助け、導いてください。そのことを期待します。主イエスキリストの素晴らしいお名前を通してお祈りいたします。アーメン。